音器用サウンド株式会社は、音響機器、電子機器、車載用スピーカー等の開発設計、製造、販売、受託生産、音作りを通じて快適なソリューションを提案。音楽だけでなく、音声、環境音、機械音、生体音など様々な音に対する事業を、展開2020年7月31日、音器用と子会社の音器用パイオニアを、 同年10月1日付で合併し、社名を音器用ホームエンターテイメント株式会社へと変更することを発表。これに伴い、会社分割により、OEM 事業の音器用サウンド株式会社と、その他サービス事業の音器用株式会社に分割した。1950年。 ノンプレスコーン特許出願1961年1月大阪船屋川市にスピーカー工場を新設1980年4月三重県津市に生産会社音響エレクトロニクス株式会社を設立1986年5月アメリカに生産会社キ響アメリカインクを設立1990年バイオクロスコーンスピーカーの製造販売を 開始1991年4月、マレーシアに生産会社、音響エレクトロニクス SDN-BHD を、設立1998年1月、アンフコーンスピーカーの製造販売を、開始2000年11月、中国に生産会社、シャンハイオン、シャンハイアスハシ電子有限公司を、設立2002年3月、アメリカに販売会社、音響インダストリアルコンポーネンツ、 インクを設立2004年1月、プラス産業株式会社及び中山袋製紙、ボン有限講師の株式を取得2010年、ウルトラスリムスピーカーの製造販売を開始2010年6月、音響インベンタ CEO、リミテッドの100%個会社として、音響インベンタテクノロジーズ CEO、リミテッドを設立2011年8月、 国内大手パソコンメーカーにて、サウンドバイ音響が、採用2012年6月、中国に生産会社、広州安、端に密音響有限講師を設立を、設立2016年、CNF 高音スピーカー、マグネシウム高音スピーカーの製造販売を、開始2016年4月、国内大手テレビメーカーにて、サウンドバイ音響採用2017年3月、 インドに生産会社、ミンガ音響インディアプライベートリミテッドを、ウノ・ミンダとの合弁会社として、設立2019年6月、過信期バイブトンのラインナップ強化で新分野へ、市場拡大開始2020年10月、音響ホームエンターテインメント株式会社の100%子会社として、OEM 事業を主軸とした、ヨーサウンド株式会社を設立。ありがとうございます。